ます。君に会いに来ました。おめえがブラックの仲間だったとはな。仲間ではありません。同志といったところでしょうか。同志？どっちにしろオラたちの敵っちゅうことは変わりねえ。あれがザマス。あいつら仲間だったのか。クソ、誰が。父さん、クソ。動かないで。気は感じる。意識を失っただけだ。ブラックはザマスと同一人物じゃなかった。だったらブラックの正体は誰なんだ。もうすぐです。もうすぐ私が望む世界が実現しようとしている。私が望む正義の世界が。何言ってんだ。その正義の世界に人間は必要ないのです。おめえたちの思い通りには絶対させねえ。行くぞ。なんか違うぞ。人間の中において神に拳を振るう品性のかけらもないサイヤ人は我が世界には特に不要な存在なのです。なんだと。ザマス。孫悟空は私の獲物のはずだが。この体があいつを欲しがっている。その欲望は止められそうもない。まあいいだろう。精神の未熟さと反比例し強大な力を得てしまった世界最大のダサくサイヤ人。そんなサイヤ人を二人でなぶり滅ぼすとしよう。おめえら嫌な奴らだな。